皆さんこんにちは。シティーズスカイライン、今日から新しいシリーズを始めていきたいと思います。今回の年はですね、高速道路沿いに街を作ろうというようなことでやっていきたいと思います。今ご覧いただいているのが今回の新しいマップですね。今上空からご覧いただいているんですが、このマップの中央部にですね、南北に走る高速道路があります。もう奥の方はもう全然見えないですね。で、南の方、ここにちょっとだけね分岐があるんですが、はい、基本的にはこの南北に走る高速道路沿いに都市を作っていきたいと思います。で、ちょっとね、途中に湖なんかもあったりするので、そのあたりもね、ちょっと、開発できたらなと思ってるんですが、全体マップ見ていただくとこんな感じですね。今こちらの方が、利用可能になってるんですかね。なので、これを、北と南にこうずっと伸ばしていくようなイメージかなと思っております。で、列車がね、多分この辺りに、ここまで来てんのかな、列車が。ちょっと遠くてわからないんですが、列車はね、ちょっと呼び込みたいなと思ってるんですが、あ、ここも来てるな。多分ね、これがそうだと思うんですよね、ここ。なので、とりあえず南と北に、土地を広げていくような感じになるかな。ここまで来るとどうでしょう。無理か。もう一ぐらい行かないといけないのかな。とりあえずはですね、列車は あった方がいいと思いますんで、線路までは到達したいなと思います。はい、そしたら、やっていきましょうかね。この白い点線ですね。ここが、開発を行う、土地になります。これがね、だんだん広がっていくような、そういう、仕様になってますので、まずこちらの方行きましょうかね。今日一番、1回目なんで、少し解説も入れましょうか。下の方にあるのが、時間ですね。これ時間今止めてます。3段階で、時間を進めることができます。で、その隣が、これ、所持金ですね。で、これ名前。で、人口。で、これが、需要と供給のメーターですね。上から住宅、商業、産業ということで、このメーターが多い、地域を基本的には作っていくというような感じになると思います。で、あとは温度ですね。温度はね、ちょっと今回はもう無視していきたいと思います。はい。とりあえず、今必要なのは住宅エリアですよという感じですね。じゃあ、まずライフライン作っていきましょう。で、基本的にはね、ここの新しい町にはですね、この高速道路から新しい住民がやってきます。なので、この高速道路に、道路をつなげてあげないといけないですね。どうしようかな。とにかくね、最初は、基準の道路を引きますかね。どうしようかな。ここの白い点線に一応平行のラインを引いておきましょう。ある程度、間違えた。これある程度平行にしときたい。後でね、また潰したりもできるんで、これを基準となるラインを引くのがまず第一ですね。これこんなもんでいいかな。このねラインがねうまく引けないんですよね。引けたかな。で、ここ一本引ければ、あとはもうこのガイドラインが出るんで、90度とかね。それに沿ってやっていけばいいので。
まあ、とりあえず。で、基本この道路には 4×4 マス分の、なんですかね、この建築地、建築できる土地が振り分けられます。だから例えば、こう、離れたところに道路を引っ張ると、まあ、あの、ちょっと無駄なスペースが出てくるということですね。まあ、無駄っていうとね、ちょっとあれですけど、まあ、きっちりやる場合は、この 4×4 マスがきれいに埋まるように、そういうふうに道路を引くと、まあ、効率はいいですね。ただ、まあ、そうですね、そういう、なんて言うんでしょう。決まった、あ、これダメだ。ちょっと待って。でこれをやるとダメだ。こっち側を基準にしないといけないので、ここ、ああ、そうか、そうか、こう引っ張って、こう引っ張って、こういこうか。あんまりね、引っ張りすぎるとお金がなくなっちゃうんですよね。これね、このゲームしばらくは収入源ですね、それとの戦いですね。すぐお金なくなってしまうので、最初にいろんなものを立ててしまうと結構苦労しちゃいますね。はい、まあこんな感じでいきましょうか。で、まあ道路引っ張りましたので、ね、次必要なのが水道ですね。水道は、取水施設とあと排水施設っていうのがありまして、で、まず取水施設ですね。で、川から水を汲み上げるんですけども、基本的にはその取水施設が川上でないとダメですね。はい、ここでいいと思います。で、排水施設が、川下ですね。こんな感じでいいかな。で、あとはこれを水道管で、まあアバウトにつないであげると、大丈夫だったと思います。どうしようかな。基本的にはこの隙間がないように埋めるのが一番効率はいいので、こんな感じでいいかな。あんまりやりすぎるとお金がすぐなくなってしまうんだけど、大丈夫かな。はい、これで水道は大丈夫かな。で、次に電気ですね。電気は発電所を建てないといけませんので、どうしようかな。もうこれお金が足りないんですよね。だからこれですね。石炭火力発電所、こいつ建てましょう。でね、この公害マークですね。赤いちょっと印が出てるんですが、ここはね、公害が発生しますので、人は住まない方がいいと思います。まあ、一応住めるんですけど、まあ、病気になったりするので、あんまり住む場所には適してないという感じですね。で、これ見るとこの青いところですねが電気が来てますよということなので、こっからですね、電線をちょっと出してあげましょう。で、電線は間違えた。まあいいや、まあ、こんな感じでいいと思います。まあ、最初はね、とりあえずアバウトでいいかなと思いますけども、あれ、ここ通らない。ありゃ、どうしようかな。で、こういう時はあの電線のそのあれを、まあ、高くもできるので、ここで上を押してもらうとこういう風に高くなります。あ、これでいけましたね。はい、あれ、ちょっとコントロールがうまくいかない。あれ？あれ？なんかうまくいかんな。これいいか。
で、あとここですね。ここまで。はい、これで通りましたね。まあ、ちょっと不格好ですが、まあ、とりあえずこれでいいでしょう。はい。これで電気が、通るはずです。はい。で、次に、住宅地を建てましょうかね。住宅地は、この、下の、はい、このアドバイザーとかってありますけど、これの3番目ですね。区画設定と地区。こいつを選んで、一番左の低密度住宅区画ですね。これがいけるんで、で、これがね、年が大きくなるとアンロックしていきます。だんだん。最初はこれしか建てられないんで、まあ、とりあえず、でね、これ電気がこっち側しかないんで、この辺に住宅エリア建てといた方が、電気の、あれですね、電気の周りはいいかなと思うんで、まあ、とりあえずここに建てていきましょうかね。はい。まあ、とりあえずこれでいきましょう。で、時間は、左スティックを押し込むと進み出します。はい。ちょっともうマックスでいきますね。そうすると、はい、家が建ち始めましたね。はい。で、ここに家が建ち始めると、多分、この高速道路から、住民がですね、引っ越ししてくるはずなんですが、どうでしょうかね。なかなか来ないかな。来ないね。家は順調に建ってんのかな。あ、家はもう結構建ちましたね。もうちょっと行きますね。もうちょっと行きましょうか。第一村人が引っ越してこない。これが高速の出入り口。ああ、車は走ってますね、一応ね。車は走ってますが、住人は越してこないですね。あれ、でも住人プラスになってるな。プラス81になってるな。あれ、もう来たのか。お金がどんどんなくなってるけど大丈夫？あ、もう住人来たか。じゃあもうちょっとあれしましょうかね。で、あと青いのも出てるので、商業エリアもちょっと作りましょうか。ここ商業エリアにしようか。あー、車来た、車来た。車来ましたね。商業エリアと産業エリアもちょっと需要が出てきましたね。じゃあ産業エリアもちょっと作りましょう。はい。で、人は住んでるのか。あー、車来てますね。車来てるけど、人が住んでる影はない。今237人。すごい立ち始めましたね。見てください。人口も、どんどん増えております。商業エリアが少し需要があるので、もう少し商業エリア作りましょうか。お金がないな。商業エリア、あ、産業エリアにしようか。産業エリアをここ全体的にちょっと作ってあげましょう。で、商業エリアを、あー、随分と車が増えましたね。街はだんだん大きくなっていっているようですね。じゃあもうちょい住居エリア作りましょうか。この辺も住居エリアにしておきましょう。
よし。で、このシティスカイラインの、まあ、何ですかね、これを。まあ、難しいところというか、あれはもう渋滞ですね。とにかく渋滞です。渋滞をなんとか減らす。もうそういうゲームですね、これはね。はい。今のところは渋滞してないですけど、まあ、すぐ渋滞してきます。この特にね、高速道路の出入り口あたり。この辺が一番渋滞が、まあ、起こる場所なんで、まあ、その辺はちょっと注意しながら見ていきましょうかね。ああ、だいぶ経ってきましたね。はい。そして、人口が429人。で、まだでも所持金がマイナスか。もうちょっと時間進めた方がいいかな。もうちょっとじゃあ、時間進めましょうか。はい。じゃあ、今、時間をね、ちょっと進めましたが、今、500人に、今、人口が500人に、到達しました。で、まあ、人口が増えるとですね、このように、まあ、いろんな施設がですね、アンロックされて、まあ、建てれるようになるというような、そういう仕様ですね。で、今回解除されたのが、ゴミの集積所、あと診療所とか小学校、リサイクルセンター、コミュニティスクールとか、まあ、この辺が、解放されたっぽいですね。ただね、まあ、すぐにですね、こういう施設を建ててしまうと、すぐにね、お金がなくなってしまうので、しばらくはね、これ、建てないで、まあ、多少お金が貯まるまで、時間進めたいと思います。ちょっと閉じましょうかね。はい。I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, yeah.As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, yeah, yeah, yeah. As you fade away, yeah, yeah, yeah. As you fade away.
when you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Thank you.
はい、それではですね、町の方をですね、まあ、道路の方を引き終わりました。だいぶね、土地も埋まってきましたかね。はい、ちょっと道路状況を見ていきたいと思います。まあ、主に住居エリアですかね。まずですね、こちらの方ですね、高速道路の、まあ、出入り口ですね、これを新たに作りました。こちらがですね、はい。で、ここから、まあ、分岐して、こちら側ですね、まあ、こちら側に行くと、産業エリアの出入り口ですね。はい、まあ、ここは元あった産業エリアですね。で、こちらの方が新しく作った住居エリアになります。で、まあ、ここはちょっと大きめのラウンドアバウトを取って、でね、これ出入り口をね、どこに作ろうかなってずっと悩んで、いまして、ちょっとまだ、結局作ってないんですけど。はい。まあ、ここ一番奥ですね。この部分に、まあ、とりあえず出入り口作りました。はい。で、あと、ここにはちっちゃなラウンドアバウトを取って、まあ、今後開発していくだろうという、まあ、ところに、まあ、伸ばしていこうかなと。まあ、こちらの方もね、まあ、ぼちぼち再開発していこうかなと思います。はい。で、ゴミ集積場をですね、少し増やしたりとか、あとその近くにですね、焼却炉。はい、これですね。焼却炉を作りました。で、これで、ゴミを焼却処分できるようになりますので、まあ、一旦こちらの集積場に溜めたゴミをこちらの方で、焼却処分するという、まあ、そういう流れになるんじゃないかと思います。はい。で、あとこちら側にもですね、ここですね、ここにも焼却炉を作りました。だから合計4つ建てたのかな。だからね、相当経費がかかってますね。まあ、お金がね、ちょっとなくなってる状況もあるので、はい、という感じですね。じゃあちょっと時間を進めつつですね、街の様子見ていきましょうかね。
はい、それではですね、今まで町の開発を、しながらですね、時間を進めて様子を見ていきました。結構ね、町の方発展しましたね。ただ、ちょっとね、発展が少し止まりつつあるので、今日はね、この辺りで一旦、終了しようかと思います。で、今現状ね、こちらの方に住宅エリアをね、開発中なんですが、ちょっとね、まあ需要がないのか、あとはね、この辺りがもともと工場地帯だったので、土壌汚染がね、かなりひどかったんですよね。で、まあそれもね、時間が経つにつれて、だいぶ収まってきたと思うので、まあ住居が立ち並ぶんじゃないかと思ってるんですが、なかなか開発が進まないですね。で、ちょっとまあ時間だいぶ進めてるんで、街の様子一回ちょっと説明していきましょうかね。もともとですね、南北に高速道路が走ってましたね。はい、ここですね。こういうふうに南北に高速道路が走ってまして、まあ、今回の街づくりは、この高速道路沿いに街を作っていこうというコンセプトでやろうかなと思っておりまして、で、第一にですね、ちょっとね、もう潰してしまったんですが、ちょうどね、ここに、高速道路の出入り口があってですね、でここから入ってきて、この辺りをね、まず開発しだしたんですよね。で、次に、この辺りに、もう一つ高速の出入り口作りまして、で、まあ、主にこちらの住宅エリアの方と、あと商業エリア、あ、ごめんなさい、産業エリアか。産業エリアの方に、まあ、車がこう出入りできるように、ちょっと道路付けをしてます。で、あとはまあラウンドアバウトをね、ちょっとポイントポイントに作りまして、まあ渋滞を少しでも緩和したいということでやってます。で、まあもともとね、この辺りに産業エリアがあったんですが、ちょっと引くとね、はい、わかるんですけど、もうね、住居エリアをここにドーンと作っていこうかなと思ってまして、で、この高速をですね、まあ、この用途の、まあ、大きな用途階にしようかなと。なので、こっちの方に住居エリア、まあ、あるいは商業エリアのような、まあ、エリアをちょっと開発して、こちらの方は主に産業エリアを開発しようかなというふうな、今、区画分けを行っております。で、だいたいこれもうマップがね、いっぱいになってきたので、次回はもう一つマップをね、開放しようかなと思います。まあどっちにするかは、まあおそらくね、この南側、この川を挟んで、南側の方ですね、こちらの方を開放すると思います。で、まあ理由としては、おそらくね、これがね、列車の接続する線路だと思うんですよ。だからこの線路になんとかアクセスしたいなということで、こちらの方に、まあ、伸ばしていこうと思っております。で、あとはね、そうですね、伸ばした後ね、どうしようかなと。まあ住居エリア今ここにたくさん作ってますので、今産業エリアがすごく需要が高まってるのと、まあ、商業エリアもそれなりに高まってるので、この川の向こうのエリアは、産業と商業ですね。そのあたりをね、メインで作っていこうかなと思っております。はい、ちょっとまあ、ゴミがね、たくさんになったり、ちょっと今、最後やっておきましょうかね。で、ここが花火上がってるので、受け入れを開始しましょう。それと、まあ、そんなところか。あとここにちょうどなんか、
泥棒マークついてるんで、でもね、ここって警察署あったと思うんだよね。警察署が、あ、ここにあるね。ここにあるんで、まあ、時期警察が来てくれると思います。はい。なので、まあ、そんな大きな問題は起こってないかなというふうに思ってますので、で、渋滞の方もね、そんなに大きな渋滞は起こってないと思いますので、まあ、このまま街づくりは続けていこうかなと思っております。じゃあ、こんな感じで、まあ、次回もやっていこうと思いますので、よかったら引き続きご覧いただければと思います。はい、それではですね、今日はこの辺りでお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。